ございます。お疲れ。お疲れ。やっぱり俺のこと避けてる。避けてないよ。避けてない。恋をするとみんな常識的なストーカーになるんじゃないの？全然ストーカーじゃないじゃん。もっと本気で俺を見つけて。水。それ終わったら屋上に来て。話したいことがあるの。待ってるから。うん。大丈夫？うん、大丈夫。ちょっと洗ってくる。貸して、俺が洗う。いいよいいよ、ちぎら君は戻ってくる。大丈夫？俺の着て。着ないなら力ずくで着せるけど。何やってんだろう。仙人。どうしたその格好。これは このブレザーチギラの。やっぱ仙人チギラが好きなの。そんなわけないよ。ちぎら君は雲の上の人、住む世界が違う。ちぎら君だけは、ちぎら君だけは絶対好きにならない。待って仙人、話がある。触るな。ちぎら君。何二人どういう関係？別に付き合ってるわけじゃないよな。お前には関係ない。意味わかんねえ。うん、分かった。ありがとう。そうだった。片思いは楽しいだけじゃない。
苦しいんだ。人には言えない関係か。何のこと？それはからかってるの？とにかくこのことは秘密にしてください。お願いします。好きなんだ。辛そうにしてる仙人を見たくない。ちぎらとこんなことしたって傷つくのは仙人の方なんじゃねえの？何？相談って。あの、そのちぎらのこと？え、やっぱりマヤの好きな人はちぎらか。シカちゃん、エスパー。いやいや、バレバレだから。相談ってそのこと？いや、それが想像もしなかったことが起きて頭が爆発しそうと言いますか。よくわかんないけど、なんでよりによってちぎらかな。こりゃまた手塚が荒れるな。どういうこと？ねえ、ちぎら君と手塚君って昔何かあったの？ちかちゃんって確か二人と同じ中学だったよね。お願い教えて。
あいつには陸上しかなかったから。よ、朝からかけっこか。飽きずによくやるよな。昨日俺、如月マーヤとハグした。悪い、足が長くて。お前わざとだろ。マーヤに近づくな。お前の方こそ片思いごっこってなんだよ。くだらねえ幼稚園児かよ。お前には関係ない。関係あんだよ。千人傷つけたらマジで許さないから。そっちこそ、マーヤを傷つけたら許さない。手塚と昨日何があったの？手塚にハグされたって本当？いや、そのどうだったかな。ちぎら。消毒。俺以外の男に触らせないで。花咲さんとのことだけど、今は彼女を作るつもりはない。マヤがいるから。前の傷がちゃんと癒えるまで片思いごっこは終わらせたくない。
ギラ君、チギラ君、チギラ君、処置室、人体痛めたかもしれないって。え、私のせいだ。本当はもうとっくに浮気なんてできてたのに。ちぎら君と一緒にいたくて、優しさに甘えて、本当の気持ち隠して、だからきっと罰が。の怪我そんなにひどいの？リハビリ次第だけど、関東大会には間に合わないだろうって。え、マジ？うん、すい、あんなに練習してたのに。え、本当だよね。うん、え、マジか、大丈夫かな。そういな、すごいしな。
花くん。ちぎらのためにお百度参りしてるって。そんなことしなくたって、どうせあいつはすぐに復活するよ。そういうやつで。手塚くん、この間のことなんだけど。ああ、いいよいいよ、その話は。どうせ今はチギチギのことで頭いっぱいなんだろう。手塚くんは、ちぎらくんのことが嫌いなの？なんだよ、急に。ごめん、チカちゃんから聞いた。その、陸上のこと。あいつ。まるで、片思いみたいだよね。は？どんなに頑張ってもたどり着けないのに、追いかけちゃう。